はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いになります。キンプリ平野翔くんへのリクエストを占っていきたいと思います。はい、これですね、平野くん名指しで占ってほしいっていうリクエストがいくつか来ておりましたんで、占っていこうかなっていうふうに思うんですけれども、まあね、これね、私気をつけなくちゃいけないなっていうふうに思うんですが、キンプリちゃんね、基本的に私、箱推しなんだけれども、結局ね、平野くんのこと好きだからね、結構自分の気持ちが入っちゃうかもしれないなっていうふうに思うんだけれども、まあ、そこ気をつけながら占っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではですね、占いに入る前にお知らせだけね、していきたいと思います。私、ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ動画の概要欄で、簡単なタイプ図診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですね、キャンペーンも行っておりますので、もしよろしければ動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。もですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。さて、では占っていこうかなというふうに思うんですけれども、まずですね、1番、平野くんほどの逸材はもういないとファンは言いますが、本当に彼はジャニーズの逸材だったのでしょうか、っていうふうにですね、ごめんね、ちょっと噛んじゃった書いてあるんだけれども、いやー、逸材ですよ。私平野くん好きだからそういうふうに思うのかな。いやー、そんなことないと思うけどね。だってあんだけイケメンでダンスもうまくって、しかもね、演技もうまくって、ドラマに出せばね、しかもいい子で、でね、バラエティに出したらですね、天然が爆発する、もうそんなね、こういないと思うんだけどな。そういう風に、ね、私がファンだからそう思うのかな、ですので、そこら辺ね、占うまでもないという風に思うんですけれども、まあね、見ていこうかなという風に思います。ジャニーズの逸材だと思うんだけどな、そこは疑いようがないというふうに思うんですけども、ちょっとそこら辺ね、占っていこうかなというふうに思います。ゆっくりね、シャッフルして占っていきますね。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、はい、もうこれはね、パッキリ出ましたね。いいカードばっかり出てるので、はい、間違いなく逸材だってことをですね、タロットちゃん言ってるのかなっていうふうに思いますね。特にこの恋人のカード、みんなの恋人とかそういった意味もあるんだけれども、豊かさとかそういったものを表すカードでもあるんですね。で、まあみんなのね、恋人だからアイドルですよね。そういうようなですね、はい、意味合いもあると思うし、これなんかやる気を表すし、これは新しい興味が湧くとか、そういったね、不安が解消するっていう意味があったりであるとか、これは重い腰を開けて前向きになるとか、そういった意味があるので、もう本当にね、パッキリイエスっていう風に出てるのかなっていう風に思いますので、はい、平野くんは逸材でございますよかった。なんかちょっとほっとした。これで逸材じゃないで出たらどうしようっていう風にね、実は思ってたんだけれども、ファンとしてはですね、はい、結構安心かなっていう風に思いますね。はい、ではですね、1番目の質問に関してはそんな感じ。では2番目の質問を見ていきたいっていう風に思うんだけれども、よいしょ。はい。これから平野くんのような人は出てきますか？それをですね、見ていきたいと思います。
平野くんは逸材である、そういうですね答えをサロットちゃんは返してきたんだけれども、これから平野くんみたいな人が出てくるのか、ジャニーズからね、そういったところをですね見ていきたいと思います。いいカードが出れば出てくる、悪いカードが出てれば出てこない、そういう感じでね見ていきたいというふうに思うんですけれども、どうなんだろうね。まあジャニーズジュニアって総勢何数百人いるのかな、ですので、まあ、確かに平野くんみたいな人がいてもおかしくないと思うんだけれども、本当に出てくるのか。でもね、平野くんレベルのルックスがやっぱりね希少だと思うのでね、本当にあのレベルのルックスがあって、でねダンスもうまくって、で演技もうまくって、しかも天然、まあもちろんね演技の部分もあるのかもしれないけれども、天然さを爆発させることができるっていう人が果たしているのかなっていうねところ、タロットちゃんがなんて言ってくるのか、その300人の中にね、300人だったっけジャニーズジュニアって、数百人って言い方しとこうか、はい、数百人の中から出てくるのか、それをですね見ていきたいというふうに思いますね。いるのかな本当にそんな子。よいしょ、はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、微妙、タロットちゃん微妙な答え返してきたな。どっちだろう、どっちとも読めるんですけれども、でもね、まあ、ここに来てるのがあのいい知らせが来ないっていうカードが来てるので、まあ、どちらかというとまあ出てくる可能性はあるけれども可能性的には低いっていう感じかな。で、あのこちらのねペンタクルの8が出てるので、出てくるかもしれないけれども、それはすごい時間がかかるっていうふうなことを言ってるのかなっていうふうに思います。だから思ってる以上にそういった平野くんレベルの人が出てくるのは時間がかかります。ですので、そんなねポン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 ね出てくるような逸材ではなかったっていう感じがねあるのかなっていうふうに思いますね。で、そうだね、結構タロットも迷ってる感じがするんだけれども、そうだね、迷ってる感じがするんだけれども、そうだね、時間がすごいかかる、ものすごいかかる、多分私たちが思ってる以上に平野くんレベルの人が出てくるには時間がかかる、そういったことをね言ってるのかなっていうふうに思いますね。はい、ではですね2番目の質問に関してはそんな感じ、出てくるとも出てこないとも言えないんだけれども、ふわっとして申し訳ないんですが、結構大変、出てくるかもしれないけどそれは結構大変、まあどっちかっていうとあんまり期待しない方がいい、そういう風に思ってもらった方がいいのかなという風に思いますね。はい、では2番目の質問に関してはそんな感じ、では次3番目の質問答えていきたいと思うんだけれども、タッキーと平野くんが一緒に活動する噂は本当か、それについて占っていきたいと思います。よいしょ、ではですねカードの方を展開していきたいと思います。タッキーとね、平野くんがそんなに仲がいいっていう噂もなかったんですけれども、これ前占ったかな？どうだったかな？忘れちゃったんだけど、もう一回ね、占ってみますね。今の可能性聞いていきたいと思います。いいカードが出れば合流する可能性がある。悪いカードが出れば合流する可能性はないっていう感じで見ていきたいというふうに思います。前占った気がするなぁ。
まあ、あくまで今って感じね。また動きがありましたからね、タッキー 2B 作りましたんで、もしかしたらそっちに行くかもしれないという可能性もありますからですね、そこら辺見ていきたいというふうに思います。まあね、タッキーね、インパクターズさんじゃない、名前が出てこない、トラジェさん、トラビスジャパンさんをね、世界デビューさせてますから、それとかをね、考えたらですね、もしかしたらってところあると思いますので、そこら辺ね、見ていきたいというふうに思います。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、結構ね、パッキリ今回はノーが出たかな。ですので、まあいろんな憶測があると思うんだけれども、そうだね。パッキー路線で行く可能性は低いのかなっていうふうに思いますね。いいカードが1枚も出てないから。ですので、今のところタッキーと一緒になんかやっていくってことは考えてない、そういう可能性が高いのかなっていうふうに思いますね。はい、ではですね、最後の質問に関してはそんな感じなんですけれども、これで終わるのもなんでございますんで、平野くんがね、より良い未来に行くためにどうしたらいいのか、天使様のカードに聞いていきたいと思います。久しぶりですね、天使様のカード。日本の神様カードばっかり最近使ってたからね、久しぶりに天使様のカードに聞いていきたいと思います。この辺かな。おー、神秘のカードが出ました。生命は神秘の宝庫です。その賜物に感謝して生きるとき、その力は輝きを増して現実を彩ります。はー、だからね、まあこんなこと言うのもなんなんですけれども、私がファンだからそういうこと言うのかもしれないけど、やっぱりね、生きてるだけで素晴らしいんですよ、平野くんね。ですので、そのね、生きてるだけで素晴らしいっていうことをね、意識して、でその命に感謝して、一生懸命生きるだけでもっと素晴らしい現実が来るよっていう風に言ってますね。でそれは多分ファンの方にも言えるんだと思う。平野くん何だったっけな、いつもライブの時に死ぬなよだったっけな、そういったことをね、言うっていうね、記事を読んだことがあるんですが、私自身はね、ライブに行ったことがないので、生で聞いたことはないんですけれども、やっぱりファンも生きててなんぼなんですよね。生きてることによって彼を応援することができるわけですよ。ですから絶望しないで生きるってことをね、一生懸命頑張ってほしいのかなっていうふうに思いますね。はい、では今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あとですね、見たいよって占い等ございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。